防弾少年団の美もいいけれど、私たちが見てみたい美のもう一つの姿があります。それはまさに俳優キムテヒョンの姿です。美は2016年に放送されたドラマファランで、ずば抜けたビジュアルだけでなく、天真爛漫な性格、純粋な魂を持ったハンソン役を熱演しました。コアラ、パクソジュン、パクヒョンシク、ソイジ、シャイニーのミンホラ、当時ホットなスターたちが総出動したファランは、1500年前の新羅の首都ソラボルを駆けずり回っていたファランたちの物語を描いています。この作品はビジュアルの名典と言われ、韓国国内だけでなく海外のファンまで量産しました。ファランの人気は、出演者たちがグローバルスターへと跳躍する足がかりとなりました。当時、美は防弾少年団の活動とドラマを並行しながら、新人俳優キムテヒョンとして一生懸命に活動を繰り広げました。美は純粋さと深い感情を行き来するキャラクターを演じ、回を重ねるにつれて演技力を成長させていきました。その後、美はドラマに出演していません。美はグループ内で唯一の演技ドルであることから、ファンたちも美のドラマ出演を熱望しています。そんな中、アメリカの K-POP ポータルサイトオール K-POP が2021年ドラマにカムバックしてほしい俳優を選定しました。美はイ・ジョンソク、パクヒョンシク、ウォンビンとともにこのリストに名を連ねました。アメリカのネットメディアバズフィードも K-POP アイドルとしてスタートした人気韓国俳優25人で美に言及し、美のキャラクター消化力に注目しました。それだけでなく、天才監督と言われるグザビエ・ドランが最近美にラブコールを送りました。グザビエ・ドラン監督はインタビューで、キャスティングしたい韓国のアーティストとして美の名前を挙げ、とても魅力的だ、いつか一緒に作業したいとコメントしました。このように世界的人気を集めている美がいつ頃俳優キムテヒョンとして戻ってくるのか、また美が選択する新作は何なのか、ファンの期待が集まっています。